こんにちは。リザレクションネクロです。デッキを見る場合は一時停止でお願いします。それでは対戦をどうぞ。ということでヘリオの追加であったり、毒リンゴの追加であったり、様々な恩恵が得られたリザレクションロードさん。シコンの車種もトラップカードのごとく利用できますし、6コストで4点 AOE、10点疾走、リザレクションで1面当たれる。そんな破格な能力は今でも健在です。しかもビスカリアの追加で大量のネクロマンス消費がメリットになるという、究極にシナジーしかないリザレクションロードさん。なぜか全く見かけません。不思議ですね。全く理由がわからないのでちょっと考察してみます。まずは対抗馬として考えられるのが融合ネクロですか？ちょっと前に私も動画を投稿しましたが、あのデッキの打点を思い出してみます。リザレクションロードが6コスト消費するカードなので、同じ6コスト帯でのダメージを比較してみましょう。まずはリザレクションロードから、先ほど言ったように10点ダメージを相手に叩き出すことが可能になっています。次にギルガメッシュをメインとした融合ネクロ。うまくいけば20点出せます。まあそういうことですよね。同じコストで打点が2倍近く変わってきて、再現性も高いってデッキなんです。不思議だね。それもこれも全部ギルガメッシュのせい。そういうことにしておきます。多分リアニメイトがネクロフォロワー限定だったらこれもワンチャンあった、かもしれないんです。最低者メインになる可能性もありますけど、アグロムーブだけで見るなら結構面白いカードが揃っているんですよね。そしてギルガメッシュが使えないカードになった場合、ネバーデッドファイレッキンを出す意味も生まれてきますし、ミロエルを最速で出すというプレイングも可能になってきます。まあミロエルはファンファーレでリーダー不要なので意味はないんですけど、一応リアニメイト2と4が可能になっています。と、そんな風に色々とバリエーションを持たせることができるんですよね。持たせられるだけで強くはなさそうですけど、とりあえず最速でリーサルを狙うならギルガメッシュでいい。それがどうにかなればいいかなって思ってます。ただランク魔を見る限りだと変わらなさそうですね。というかもはやよくわかりません。融合ネクロをメタったバフドラが多く存在していて、そこにメタレルデッキが増えてきていて、もはやバフドラも融合ネクロも減りつつあるという状況です。不思議だね。そういえばカステルにも出会いません。なので不思議とは言いつつも、私にとってはそこそこありがたい環境です。こういうおもちゃでも遊べますからね。ミラーは命中させる。素晴らしい腕前です。制覇。ということでリザレクションネクロでした。特に言うことはありません。強いて言うなら強くないということだけですね。かなり引きに左右されますし、相手が回復しまくったら打点と EP が追いつきません。無限シコンの車種、面白いんですけどね。最初から失踪してほしいところです。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。恋つなぐため、僕は来た。指導展開、発動。闇は再び私の声届けたいです。命かけて行くぞ。使命よりも君の来ないで。
望の喪失、終わらぬ残骸。ダイロ、死を招く倫理の消え、戻れないの、それが死。この世に闇を届けなしゃあ。違うんだ、やっぱり私じゃ。闇は再び消えちゃった。ご登場。起動加速。闇は再び大悟、死を招く命かけて。なんだって。流水の前弱、それは死の命かけて。死の愛しい。これよ、リンの外、役目の外へ。周りに散らテイクオフの時間だ。クイーンの者たち、来ないでよ。闇は来ないでよ。世界に光を届けます。悲壮の喪失、終わらぬ残骸。闇は再びここからだ。軌道の定めに刃の反駁。くっ、抗え。蔓延を受けよ。蔓延を受けよ。大したものだな。